マジで。ごめん。兄さんもダメか、これは。いや、でも聞いたことある。あれ？その当時は活動してたの。俺が作った2年前は。あ、そうなの、うん、今はしてない。してない。今は次はちょっと難しいかな。ちょっとやめとこ。今でも難しかったよ。あー、これはちょっと政治系いきますか。え、やめて、そんな、吉田茂とかやめて。じゃあいきます。ヒント1。映画、男はつらいよのファンで、トラさんのファンクラブの最初の会員である、内閣総理大臣。おぉ。さあ、これ、ね、調べちゃダメよ、調べちゃダメよ。ちょっと建築しながらやるんよ。あれ、ちょっと待って、あの人、あの人も、多分有名な人なんだろうなとは思う。まあ、総理大臣やからね。そりゃ有名でしょ。履歴探ればわかるんだよな、下手すりゃ。知れる人なのかな。そうだね。まあ、どうだろう。まあ、知ってるような人。オータムさんは違います。あー、なんかそこら辺、そこら辺の人を出してみたけど。あ、これも降りたいんだけど。降りるか。そうそう。政治ダメか。いや、政治ダメっていうか、多分そのヒントだけで絶対わからんと思う。まあそうやね。内閣総理大臣適当に言ったらいいんじゃないかなと思うけど。でもそれでしくじったら、あの超がつくほど失礼になるぞ。考えるか、やっぱり動画のことを。失礼やね。これから街づくりのドラエッティが始まりますよ。まちづくりのドラエッティ。大ヒント、大ヒント。うん。ムーさんもっけ？ってかな、なんか来ないし。じゃあ行こっか。大丈夫かな？これだけ言えば大丈夫かな？じゃあ行きます。第2ヒント。株上がれ。株。うん？わからん。まあ、この言葉は分かる。なんか言その人が言った言葉みたいな感じ。俺バカ野郎を書いたのしか知らん。それは分からん、俺は。分からん。はい。いいかな、そのまま行くよ。これはパス。パス行く？はい。ムーさんもパスかな？ムーさん大丈夫かな？パスで。これで分かったらすごいけど。確かに分かんないか。第3ヒント、ブッチホン。え、ブッチホン。あ、なるほど。はい、これも有名なやつやね。その人の有名な言葉なのかな。うん、よし。あれあれ、ちょっと名前が、ムーさんどこに家つけたててんだろう。山だな。大丈夫かな、そこに結構建物を建てた人いたから。あ、大丈夫か。あれ、いいんだよね、この名前でいいんだよね。ちょっと、はい、大田さん正解。あーし、20ポイント。あー、危ねえ、名前知ってるだけだったから。マジで怖かった。兄さんもダメか、これは。いや、でも聞いたことある。絶対聞いたことある。うん、一度は聞いたことあるけど、見たことは多分ないと思う。そのクイズ番組ちゃんと見てるとかじゃないと。うん、そうだね。でもよくなんか聞くよね。聞くよ。一回は聞いたことあるっていう感じがする。ダメかな、みんなダメ。クイズ番組見ないです。そっか。でムーさんもダメっぽいか、これ。うん、建築してるからダメだね、これは。
じゃあ第4問。第4問ヒントいきます。ラストヒント。ラストヒントは昭和から平成に変わるときに平成の額を掲げた人。あ、平成おじさん、あの人なんだ。そう、あの人。知らない。あ、そうだわ。あ、そうだよ。わかるかな？うん。ゆうさん、どこかな？道作りたいけど作れないね。わかるかな？あ、わかるかな、ね、難しいかな。これわかるかな、視聴者さんわかんの。いや本当に視聴者さんわかんないと思うな、これは。わかったらね、まあちゃんとそういう勉強してる、ちゃんとしてるっていう人だよ。うんうん、ちゃんとね、歴史の勉強してるっていう。お、ムーさんがあってわかった、わからーん。これ分かったら、お、来た、正解。ムーさん来た、すごい、10ポイント。おっと、今単独トップはムーさんです。おいおいおい、ナクさんを、あれ、大谷さん何ポイントだっけ。今40ポイント、ムーさん50ポイント。10ポイントそこ。そうよ、ナクさんとイルルさんはいいですか。ダメだこりゃ。はい、じゃあ正解は小渕恵三さんですですね。はい、あーともないですね、あーもないわ、これ。わからんって、みんなわからんって。いや、ぶっちもんでわかったわ、あの名前入ってるしね。まあね、うん、小渕恵三でぶっとん株上がれっていうことも言ったし、総理大臣の時に。で、男はつらいよのファンで、トラさんのファンクラブの最初の会員でもあります。あれ、最初のヒント全く知らんかったな。あれは俺もね、調べたから、ちゃんと調べたんだ、今日のために。そうですね、あ、これ今日作ったわけじゃなくて2年前に作ってたんですよ。そうなの。たまたま見つけて、あー、これ今日やったって。まちづくりドライ。じゃあ、うん、行きましょうか。これ難しいかな、これやめとこうかな。ちょっとイヤホン外す。はいよ。ね、はい、どれにしようかな。これはいけるかな。はい、いきます。第一ヒント、10代に人気のあるアーティストでしたが、今は活動休止中です。あれ、その当時は活動してたんや、俺が作った2年前は。あ、そうなの、うん、今はしてない、してない、今はしてない、今はなの、今はしてない、うん、今はしてない。あ、じゃああのアーティストじゃねえんだろう。引退じゃないよ、多分活動休止だと思うんやけど、その時は。どうだろう。はい、ムーさん、あ、違いますね。今活動してるよ、多分。今は、前は活動中止してたけど、今は活、今活動してない。その当時は活動していた。なんでややこしい。え、じゃあ分からん。すごいね、10代に人気があった。10代、20代も人気あったかな。若者に人気って言ったらいいかな。ウルウドスの誕生日が、ん？ウルウドスが誕生日の人のアーティストしかわからなかった。どう？出せる？わからん。でも違うか。はい、じゃあ、で、あ、一応言います。あ、そういう、オッケー。さあ、どうでしょうか。申し訳ない。当たったらすごいな、これで当たったら。うん、
広いからね。今活動してませんよ。あ、今活動してないのか。じゃあ違うじゃん。おい。逆で考えてた。すいません。はい。はい、じゃあ行きましょう。はい、第2ヒント。はい。はい、特に女性に人気があります。特に女性人気が高いですね。難しいかな。これだけじゃまだ難しいか。難しいかな。人気、特に女性人気。はい、うん、違います。違うか。はい。違います。今は活動を中止してるっていうから、そこら、こっちの方面かなと思ったんだけど、違うか。うん、さあ、難しいかな、はい、第3ヒントいこうか。お願いします。はい、第3ヒント。